もうね、あのこんな無知でパーンってやるんですよって感じでですね、笑っちゃったんですけどね。未知山本チャンネル。はい、皆さんこんにちは、未知山本です。今日はですね、仮面ライダー26話ですね、恐怖のあり地獄、これをいきたいと思うんですが、このストーリーはですね、ものすごくこのライダーシリーズにとっては大切なストーリーですよね。あの初めて幹部が出るというゾル大佐ですよね。これがその登場する回で、まさにこの回がなければライダーは続くかどうかっていうぐらいの価値を持った話数ですよね。で、敵がですね、地獄サンダーなんですけど、これがまたね面白いですね。で、この地獄サンダーはモフモフ怪人シリーズですね。ムササビートル、それからドクガンダー、この3つはこうモフモフっとしててですね、ファンシーキャラにはいいかなっていう、そういう感じですよね。でね、そのストーリーのこの作戦はですね、その地獄サンダーがですね、アリ地獄を作るんですね。で、アリ地獄を作ることによって日本国内の日本列島の幹線道路をズタズタに割いて、その隙に、日本征服をしてしまおうっていう、なんかいまいち具体性に欠けるなっていう、そういう感じの作戦なんですよ。で、この作戦をやるときに、これがまたね、なかなか可愛いんですけど、戦闘員がですね、こうなんかね、そわそわしちゃってるんですね。そうそう。ほんでね、で、ドクガンダーが、お前たちどうしたっていうわけですよ。で、私がここにいる限り、日本を征服するのは間違いないぞっていう話してたらですね、その中の戦闘員が、ゾル大佐来ちゃうんですけど、みたいな。そういう話をするんですよ。それでですね、モフモフのあの地獄サンダーがですね、こうやって、が来るのかっつって、こうやって頭抱えて、ってやるのがですね、異様に可愛いっていうね。で、そこでね、そのゾル大佐が、いかに恐ろしい、恐れられてる、パワハラ幹部かっていうのがわかるんですよ。でね、その、ゾル大佐がこう入ってくるんですよ。日本のショッカー基地に。でね、この足元からこう、パーンってこう入ってくるんですけど、それでね、その赤戦闘員の前に立つんですよ。その赤戦闘員が緊張してこう立つんですけど、で、その、ベルトかなんかこう、ずれてたらしくって、その服装が乱れているって、そのゾル大佐が言うわけですね。で、服装の乱れが心の乱れに通じるんだ。だからぶった、その、たるんだ選手も許さんとか言って、もうね、こんな無知です。パーンってやるんですよって感じでですね、笑っちゃったんですけどね。ほんでね、このゾル大佐っていうのがまたまたいい味を出していて、彼ね、変装の名人なんですってね。でね、滝和也に変装するんです。仮面ライダー一文字隼人がかく乱して、それでそのライダーを倒すっていう、そういう作戦を立てるんですね。ほんでね、滝が捕らわれて牢屋に入っちゃうんですよ。でね、この時に牢屋に入って、これで一文字がこうそこにこういろんな報告をしていくんですけど、結局その滝は助かるわけですけど、でね、その滝が、その偽の滝が一文字の後に、お前はゾル大佐だろうかなんか言われて、ほんでその正体がバレると、私の正体を見た者は二度と生きて返すわけにはいかないみたいな感じのことを言うんですね。だから本当にその設定としては、ゾル大佐っていうのは恐怖で部下を支配する、そういう幹部なんですよ。で、こっから、まあ、はっきり言って全員そうなんですけど、とにかくですね、そのこのパワハラ上司っぷりがですね、なかなか面白い、笑える、ね、こう赤眼なんですよ。赤眼の大佐でね。で、この宮口二郎さんがですね、いい味出してます。なかなかこうゾル大佐って感じですよね。で、このゾル大佐がそのストーリーを盛り上げて、敵側のストーリーとかね、その残虐っぷりとか作戦をこうどんどん作っていくんですけど、これがその、じゃあその見る方に、このゾル大佐って正体一体何みたいな、こう謎みたいなものを投げかけてくるんですね。ライダーの話を回していく要素の一つになるんですよ。だからね、やっぱそのライダーって本当面白いなと思うんですけど、いろんな試みをやるわけですよね。その滝が出てきたりとかで、大佐が出てきて、幹部が出てきたりとかで、ね、それが全部いい方にこう回ってくるのが
非常にこうよくできてるっていうか、やっぱりこう運を持ってる作品だなって思いますよね。戦いがまたねすごいんですけど、これどっかの砂丘で戦ってるんですよ。でそのアリ地獄じゃないですか。でこのアリ地獄のところでライダーと地獄サンダーが戦うんですね。これねもうほんともうあの砂だからっていうんで、もう落ちても転げても痛くないだろうっていう、高橋一瞬頭のですね、ハンターのですね、やたらと転がるんですよ。だからこれ転がるたんびに砂ぼこり上がるわ。ほんですげえのは、ライダーがその地獄大使の肩車になるんですよ。でそっからこうガーンと落ちるんですね、そのこう坂のところに。あの大胆ぷりっていうのはこれあれですよね、サソリ男の時のトランポリンショットもそうなんですけど、あれ下手したら体のこのどっかいかれますよね。でもあれをそれをそのもう命令でやらせるっていう、まさにこのまあバーってこともないんだけど、やっぱここはやっぱりその昭和の乗り爆発で、もうこの野郎はライダー視察体制で砂の上に落っこちるわっていうね、もう県有外のアクションって今だったら絶対に無理ですよね。もうそういう果敢なファイトだ、多分どうやったら怪我するかっていうのも分かってない時代だと思うんですよきっとね。もともとほらああいうボディアクションの番組ってないし、だからやっぱりね、で県有外ってチャンバラがメインの役者チームなんですけど、アクションチームなんですけど、俺もちょっとこれな見ててすげえ謎なのは、チャンバラなのに空手アクションボディアクションになってるんですよね。でその岡田さんの話によると、その高橋一瞬は日活アクションに憧れてたっていう話だったんですよ。好きだったっていうんですね。だからそれを真似っていうか、それに影響を受けてつけたって話なんですけど、やっぱりでもね、こう千鳥の抜け方とか時代劇なんですね。千鳥ってこうやって左右に抜ける動きなんですけど、それに県議会こう手をつけて、そのアクション用の千鳥になったんですね。これ一つポイントなんですけど、こうやって肩で千鳥って入るんです。でそれをこう手を入れたのが県議会だったんですね。だからその千鳥、アクション用の千鳥を作ったのは県議会が初めて、まあ県議会が発明したんですけど、でそういう流れとか、やっぱその空手アクションとかっていうのは、そので前にマニュアルがないわけだから、これどっから来てるのかなっていうのはちょっと不思議ですよね。これねちょっと僕もう、そう、僕が見学入った時もまずその空手アクションからやって、その後その、チャンバラの稽古があって、その後トランポリンアクションっていう3本立ての稽古だったから、でも思うともうこの当時、ライダーの当時からそのボディアクションがあるわけで、この空手アクションってどっから来たのかなってちょっと不思議に思いますね。だから僕も型とかやるんですけど、多分県有会に型ができる人がいて、それを元にしてやったっていう感じはしますね。だからその辺はちょっとアクションの謎があったりして、でもこの26はですね、ゾロ大佐登場編、ショッカー仮面ライダーシリーズで初の幹部登場編ですので、ぜひ見てください。それからですね、僕ちょっとこの 2,3 日ですね、悲しいニュースを2つ知りました。造形をやっていた高橋明さんが、お亡くなりになりましたね。で高橋明さんは仮面ライダーのセットですよね、ショッカーの壁とか描いたりとか怪人のデザインとかもやってるんですけど、もうね天才的ですよね。デザイン、ショッカーのね、この驚々しいデザインとかね、予算がないからペイントでなんとかカバーしたっていうやり方とか、やっぱ怪人のストーラー、粘土原型を作って物って作るんですよ、造形物って。だけど時間もないし予算もないから、直付けでこう作っていくみたいな、そういう発想で怪人とかを作ってるんですよね。だからこういう発明とか、なんといってもデザインですよね。その石森先生が作ったデザインが基本的にあって、である程度になると当然ストックなくなるじゃないですか。だけどそのテイストを生きつつ仮面ライダーの世界でデザインをって言った高橋明さんというのはまさにこう天才でしたよね。もう本当は亡くなって残念なんですけども、飯塚正三さんですね、もうこれ皆さんご存知かと思うんですが、破壊団の声ですよね、それからバルマンのドルゲ、もうねこの声の
俳優さん、これはですねやっぱり僕もショックでしたね。ハカイダーって今見ても通用するかっこよさがあるじゃないですか。それはもうあのデザインとかそれから造形とか立ち行く名前とかあるんですけど、やっぱりあの飯塚正三さんのあのハカイダーの声ですよね。もうめちゃめちゃハマりまくって、あの声があったからこそハカイダーのあのクールな俺は機械だを倒すために生まれてきたっていう部分がこう増長されて我々の心を打ったんですよね。でやっぱりそのね、僕なんか印象残るのは機械だがバラバラになるじゃないですか。それでそのバラバラになった機械だを見て破壊だがこうもうこう頭は本当におかしくなっちゃうんですよね。それでこうもう狂人になって暴れちゃうんですけど、そこの演技とか、あとやっぱすごかったのはあの最後のダーク破壊部隊の敵ですよね。それがそのハカイダーの肩にガッと乗ってハカイダーを殺しちゃうんですよ。これまた結構衝撃的なんですけど、この時にジローが行くんですね。ジローがハカイダーを助けに行くんですけど、でこの時にその俺はお前に殺されたかったぜって言ってその息を引き取るんですけど、この時の演技とかやっぱりねすげえクールでしたよね。飯塚正三さんの声なくしてハカイダーはなかったと思いますね。本当に高橋明さん、それから、飯塚正三さん、ご冥福をお祈りいたします。それではまた高評価と、いいねを押してくださいませ。また皆さん良い日を。